三重県道617号、電光梅都井定車上線は、三重県三重郡小物町から同県稲部市に至る一般県道である。旧称は、桑名道、八風街道。三重県道617号、電光梅都井定車上線、小物町小島にて、広報小物によると、現在の三重県道617号は、中世に八風街道と呼ばれた街道を、 ほぼ踏襲した道路だという。江戸時代頃から電光桑名堂、桑名堂、梅戸道と呼ばれ、桑名伴領の村々の小やらが陳情書を届けたり、考察を受け取るために利用した重要な道となった。このほか小物町から梅戸や桑名へ買い物に出かける客で、沿道は賑わった。特に桑名には安価で良質な嫁入り道具を求めて、小物町は元より、 現在の稲部市からも二車で客が詰めかけた。1959年1月25日に三重県道に指定された。三重県道617号は三重県四日市建設部管内の小物町と三重県桑名建設部管内の稲部市にまたがっており、それぞれ整備の対応が異なる。小物町側では小物町、小島地内で歩道工事が実施され、 2009年度は2500万円の予算が計上された。これは小物町が小物町都市マスタープランの中で県道電光灰とい定車上線などの生活幹線道路は歩道整備等により集落地の安全性確保に努めます。と言明したことが実行されたものである。稲部市川では稲部市大安町灰越内で約1 0キロメートルが 着手検討となっているが、評価点は33点と低い。四日市市は、北勢中央公園付近でわずかに通過する。AB 章は34年1月25日三重県、国時代17号の二広報小物によると正式名称は、桑名道である。現在の稲部市多安町バイド三重県道617号の終点となる集落で、ある。桑名市街地ではなく、 市街地入り口の在料駅、連下寺駅、西別所駅界隈三重県の公共事業情報、四日市建設事務所補正小物町都市、マスタープラン地域別構想町上地域概要版、桑名建設部管内平成17年度道路、交通センサス。ありがとうございます。